こんにちは、ひろゆき Z です、今日はですね、天気はいいですね、今日は大分県の肘町に来ています。履いてる靴下はバーバリー、ひろゆき Z です。今日はですね、先輩から の、あのミッションなんですけど、これです。ナンバーズ3が当選したので換金してきてくれと言われました。この025が当たってるみたいなんですけど、これをなんか換金して、5月の19日に買った分がですね、当選したらしく、僕に換金してくれって言われてですね、その当の先輩と一緒に来てるんですが、その先輩はおめでとうございますって言われるのがなんかとてもなんか嫌みたいで、なんか代わりに僕に変えてこいと言われてですね、なんか4万9000円ぐらいなるみたいなんですけど、今からですね、売り場に行って換金したいと思います。で、その先輩はですね、僕がね、換金してる様子をね、遠くからね、見てるって言って、タバコ吸いながらね、見てるって言うんですよ。もう、ほんと困った先輩です。いつもお世話になってる先輩で、なんていうんですか、まあ、メンタルの師匠みたいな人なので、僕もほんと感謝してる先輩なんで、これぐらいの望みは叶えます。大分県肘町に来ています。今から監禁場所に行きますので、その様子など今回の鉄道系とは全く関係ありませんけど、よろしくお願いいたします。はい、今から宝くじ売り場に行きます。先輩はね、後方でね、僕の様子を見てます。はい、宝くじ売り場に行きます。ちょっと僕もこんな監禁したことあんまりないんで、やってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。あ、すいません。こちらがなんか当たったみたいなんで、ちょっとお願いします。あ、ありがとうございます。あ、はい。あ、4万9000円当たった。ここで買ったみたいなんですけどね。僕の知り合いから、換金してきてくれって言われて。そうなんですよ。ああ、本当に当たるんだ。宝くじ。結構ね、5万までしか払えないんですよ。あ、5万までなんですか。うん、あ、そうなんですか。ギリギリで、はい、ちょうどいい額、ね。あ、ちょうどいい額ですか。5万100円とかだったらもう、はい、ダメなんですか。みずほ銀行に行っていただく。はあ、みずほ銀行の大分支店とかに行かないといけないんですか。大分のはいはいはい。あ、なんだろう、ちょうどよかった。4万9000円。はい。はい、はい、はい、すいません。はい、はい、どうも、これありがとうございます。ちょっと、すいません。証拠でちょっと撮影させてもらってます。すいません。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。先輩はですね、そこでね、タバコでも吹かしてますよ。やろう。これ、自分のお金じゃないのが悔しいな。ちょっと、ジェラします。ひろゆき Z です。先輩にこれちゃんと渡しますからね。先輩は YouTube 出てくれませんので、ちょっと現金をこうやって持ってるのがちょっと怖いんですけど、4万9000円この当選証明書とこのお金を渡したいと思います。いやいやいや、ナンバーズ3のセットストレート当たるもんですね。先ほど売り場の方が言われてたように、5万超えると換金できないんで、本当ね、ちょうどいい金額だったんですね。先輩に島村でなんか服かなんかをおねだりしてみようかな。いやいや、いつもご飯とかですね、いつもおごっていただいて本当お世話になってますので、これくらいは なんちゃことないです。はい、この先には肘町に大分県肘町陽国駅という日本本線の駅があります。はい、以上宝くじ換金動画でした。あ、すげえ当たったんだね。いいな、僕も当たりたい。ひろゆき Z です。当たっちゃいましたね。はい、以上ひろゆき Z でした。ありがとうございました。